はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の文章題シリーズ第4弾をお送りします。で、今回ね、この3問やるんですが、3番、丸3番はですね、メールで、あとリクエストをいただいた、これちょっと取り上げてくれませんかみたいな感じでいただいたやつを今回ね、使わせていただきました。メールいただいた方ありがとうございました。で、今回ね、この3問やりますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっと確認してもらって難しいのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、いつも通りね、ちょっと画面を下げてから解説ね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと下げますんでお待ちください。いくよ。よいしょ。もうちょいだな。じわっとね。よし。で、問題文外してしまうんですが、見ながら解説聞きたい方は、パソコンなら別タブで開いてもらったりとか、あとはツイッターの方でも、このね、問題文上げてますので、よかったらね、チェックしてみてください。で、まず、丸1番が、テスト期間、まあ、次のテストまでか、の期間の中で、毎日5ページずつやると、ちょうど終わる問題集があると。ちょっとイメージしてくださいね。毎日5ページやると終わるんだと、その問題集が。で、ゆかりさんは、この問題集、テスト期間の中で、次のテストまでで、最初の X 日、2ページずつやったと。で、残りの Y 日を3ページずつやったと。だから、もう全然終わってないんだよね、これね。で、この問題集のうち、ゆかりさんがまだ解いてないページの数を XY を用いた最も簡単な式で表しなさいという問題です。で、これイメージしやすいのは、おそらく X 日、Y 日の方がイメージしやすいと思うんですけど、適当に切りましょうか。じゃあ、ここまで X 日、残りが Y 日とします。で、X 日を2ページずつ、Y 日を3ページずつやりました。いくつページ数やりましたかって考えたときに、当然、X 日2ページずつやれば、この期間でやったページ数は 2X ですよね。プラス、Y 日を3ページずつやってるんで、3Y。これは、ゆかりさんが実際にやったページ数になります。で、上です。じゃあ、ぴったり終わるには、5ページずつやるんだよね。それを何日間やるのって考えたときに、まあ、この図にすると分かりやすいんですけど、結局、日にちは、X プラス Y ですよね。X 日と Y 日に分けて考えてたわけなので。そうするとぴったり終わると。じゃあ、これ、X プラス Y を5でかけたときに、ちょっとちっちゃくてごめんね。こうなると。で、まあ、配っちゃいましょうか。5X プラス 5Y。これが、本当にあったページ数なの。これがね。で、こっちが実際がゆかり、実際にか。ゆかりさんがやったページ数なので、じゃあ残ったページ数いくつって聞かれたら、全部からやったページ数引けばいいから、これから、まあ、まとめようか。2X プラス 3Y と。ちょっと右入っちゃったけどね。こうなります。で、まあ、細かいミスなんですが、この XY を用いた、最も簡単な式でっていう出題のされ方絶対されますよね。最も簡単な式で、この書き方は計算できるんだったらできるとこまでちゃんとやりなさいっていうことなんです。だからここで止めてしまうと罰を食らいます。これをちゃんと、まあ、マイナスを配ってあげて 5x マイナス 2x で 3x 5y マイナス 3y でプラス 2y、これが答えになります。ちゃんと計算してねっていう。まあ、ほんと細かいことですけど、ここまでね、しっかりやってください。では、2番いきましょう。で、次はみはじですね。A 地点から B 地点に行って帰ってきます。まあ、往復ですね。で、行きが毎分80の速さ、帰りが毎分100メートルの速さで行って、帰りにかかった時間が行きにかかった時間より2分少なかったんです。ごめんね。で、A 地点から B 地点に行って帰ってくるのにかかった時間の合計を求めたいという問題です。で、みはじに関しては、まあ、慣れてる方はね、全然普通に、なんだ、式作ってもらって構わないんですけど、ちょっとみはじ苦手だなとか、文章題苦手だなっていう方は、まあ、こういう感じの簡単なね、表を作ると楽です。みはじは。これまあ、みはじが、きはじの方もいるかもしれないけど、一応俺みはじなんでこっちでいきますね。
で、今分かってるのは、まず速さが分かってます。行きの速さ、80です。で、帰り100ですね。で、一応まあこれ、毎分とか、毎分の分と、時間も分使って、単位が合ってるので、まあこのまま使っていきます。で、今回、どれを X にしろっていう指定が特にないので、まあ求めたい時間を X にしようと。で、そこでポイントなのが、XY って置くんじゃなくって、行きにかかった、あ、ごめん、帰りにかかった時間、つまりここね。ここは、行きにかかった時間より2分短かった。ごめん、少なかったんだよね。ってことはさ、ここを X って置いたら、ここはこれより2少ないって言ってるんで、X-2 って置くことができます。まあ、よく自分が言ってますけど、文字を、は少ない方が少ない方がいいんです、置き方。1種類だったら1種類が一番楽なの。2種類置いたら2個式が必要になっちゃうんでね。まあ、ちょっと解くことはできるんですけど。で、こう置きました。で、見端に関しては2箇所置くことができたら、それを使ってここを表します。どういうことかっていうと、まあ、これ多分見たことある方多いと思うんですが、小学校とかでやるよね。見端、まあ、もしくは地域の方によっては木端だと思いますけど、今道のりが空いてます。だから道のりは速さ×時間なんですよ。つまり速さ×時間なんで、ここは 80x になります。で、ここも同じようにかけて、ちょっと入んないんでね、外出しますね。 100×(x-2)、 これ括弧つけてください。で、ここまで来て何がわかるかっていうと、今往復してきましたよね。往復してきた、まあ、速さとか時間は違いましたけど、当然、行って帰ってきたんだから、両方、行きの道のりも、帰りの道のりも、絶対同じなんだけど、まずいっすよね。それは。だって同じとこ行ってんだから。なので、今立てた、80x。と、この 100×(x-2) っていうのは、同じになるから、イコールで結べます。これで式が完成。で、あとこれ解くだけですね。こっち 100x-200 にして、整理すると、-20x イコール、-200。なので、x イコール10になります。で、気をつけなきゃいけないのが、よっしゃ !x 出たぜ !10 分って書いちゃダメですよ、絶対に。今聞かれてるのは、A 地点から B 地点に行って帰ってくるのにかかった時間の合計なんです。合計ね。で、今 x が10だから、行きは10分です。で、帰りは10-2だから8分です。つまり10+8で答え18分ですよと。こういった感じでぜひね解いてみてください。で、おそらく問題によっては、例えば道のりを X としなさいって指定される時もあります。そしたら、ここ X。で、当然帰りも同じなんで両方 X です。で、ここ80と100がね、ここは違うんですけど、身と歯が揃うんで、時間は置くことができます。で、今こう見てわかるように、道のり割る速さ、もしくは、速さ分の道のり、このままね、速さ分の道のり。で、考えれば、ここ、80と X なんで、80分の X。で、こっちも、100分の X って時間を置くことができるから、あとは2分短いっていうところで式を立てれば、解くことができます。っていう感じですね。まあ、今回は指定がないんで、時間で置いちゃいましたけど。さ、最後です。これはね、本当に1番2番とはレベルが違うぐらい難しいんですけどさ、難しい。ややこしいんですよね、これね。で、何がややこしいって、ただでさえパーセント、ね、割合苦手な方多いのに、X% とか、2X% とかね、おいみたいな感じがするんですが、まあ、解いていきましょう。で、今回ですね、まあ、まず問題を見ましょうか。ある商品の値段を X% 値下げしましたと。で、値下げしたらもちろんね、だから売れやすくなるので、売上個数、売れた個数が 2X% 増えましたと。で、それによって売上金額も10分の X% 増えたと。じゃあ、この時 X の値に求めなさいって言われてる。で、先に書いちゃいましたけど、ちょっとこれ切っていいですか？混ざるかもね。値段とか、個数、元々の数が指定されてないんで、ここは自分で置きます。ここは。まあ、自分はそうやって解いたんですけど、いただいたメールがですね、途中式が答えのことなくって、そう、そういう場合あんま取り上げないんですけど、自分。
ただ、まあ、いい問題というか、一応答えは当てたので、自分の解き方だけ紹介させてもらいます。で、まあ、元々の値段と個数を置きました。文字は何でも買わないです。X を使わなければね。で、まず、ある商品の値段、X% 値下げしました。元々、A 円で X 個、あ、B 個売りたいって思ってたんだけど、値段、X% 値下げです。で、ここをどう置くかなんですけど、結論からいきます、先に。自分は、A、括弧、リンクは出ない。1、マイナス、100分の X と、こう置きました。はい。で、ここがピンとくるかどうかです。これは、X% っていう文字を使っていることによって、かなり難易度が上がってます。これが、例えば、じゃあ、みんなね、A 円の 20% 値下げって言ったらどう置きますかって、これ中学校1年生で習います。いい%。で、これはですね、20% 値下げ、自分のやり方ね。なので、値下げって言われた時は 100%、100から20下がったとこなので、80% 分になりましたって考えます。つまり、A 円の 80% だから、100分の80円、約分する前ね。いけ。こうやって置くことができるんです。これパーセントの使い方。で、ここに至る、これ暗算させちゃってますけど、至るまでの本当の考え方は、A 円っていう元のものがあって、1、1って 100% のことです。100分の100なんでね。そっから、100分の 20% を引きましたって。多分教科書とかにもこういう書き方してるんですけど、これが元々の考えなんです。ちゃんとしたのが。まあ、それを暗算させて、こうやって持ってっちゃうんですけど、自分は。で、それをここに戻します。20% 値引きだったらこうなんです。じゃあ、X、ここがね。だったら、ここを X にすればいいだけだから、こうなるよね。っていう風な持ってき方。今は。いいかな。で、まずこれで1個クリアです。つまり、20% 値引きしたら、この値段、もう、ね、読むのもめんどくさいですけど、この値段になりましたと。で、次、売上個数です。もともと B 個と置いてあります。B 個なんですけど、売上個数が 2X% 増えましたと。ちょっと待ってね。2X% 今度増えたんです。で、もともとの B ですよね。で、同じです。1から今度増えたので、プラス100分の 2X 個売れましたよねって考えます。で、ラストです。今度、売上金額があるんだよね。で、金額が10分の X% 増えたんですけど、元々の売上金額いくらかっていうと、それは A 円のものを B 個売ったら売上。まあ、金額ですよね。金額は AB 円のはずです。A 円のものを B 個売ってるから。ってことは、それが基準になるので、こっち持ってっちゃおうか。AB。待ってね。の、10分の X で売り上げやってんだよね。AB の10分の X% 上がったやつ。なので、基準は AB です。で、同じようにやっていくと、1上がったんで、プラス、ここですよね。100分の、これ置きたいんで、10分の X 狙うんですよ。分数の中に分数が入ってるタイプ。で、これほんとたまにこれ見るんですけど、これ簡単にやり方あります。もともと、5分の2。これって2割る5ですよね。これも小学校で習います。こういう分数はこういう風になってるから割り算なんでね。で、同じように考えれば、これひとまとまりです。10分の X。って考えれば、こう持ってきて、10分の X 割る100と同じなの、これ。で、割る100っていうのを掛け算直せば、かける、逆数なんで100分の1。だから分母 10×100 なんで1000です。つまり1000分の X って直すことができる。まあ分数の中に分数が出てきたら、そういう風に、よいしょ、計算して簡単にしてください。だからここ1000分の X だよと。もうこれ見たらもう嫌だよね。嫌になると思う。じゃあここからどうするかやっていきましょう。で、実際今ごめんね、A 円のものを B 個売ったら ABA になる。で、これ元々の式ですよね。今、この値段のものを、
この数売ったら売り上げがこれになりましたって言ってるから、同じように考えれば、これかけるこれイコールこれが成り立ちます。あとそれ解くの辛いよね。これ辛いと思うんだよ。ただ、計算の工夫をある程度分かってるといける。これいきますね。まずかけます。で、AB が外に出てるので、前でくっつけちゃいます、もう。AB、カッコ1マイナス、100分の X、こっちね。1プラス、100分の 2X です。イコールこれですね。ちょっと狭くてごめんね。下がね、入るかな。1000分の X とこうなる。で、何ができるかっていうと、両辺 AB あるんで、AB で割っちゃえばいいんだよね。まあ、AB 絶対0にならないので、今。だから、両方 AB で割る。これ一つの塊です。一つの塊だから、割ればこうすることができます。そうすると、運よく X しか残らないんだよね、もうね、綺麗にね。ただ、この展開をやっていく上では、ちょっときつい。めんどくさくなるので、もうかけて分母、分数消しに行きます。自分はね。消しに行ったんですけど、で、これ展開した時に一番分母がでかくなるのってこことここなんですよ。これ100分のと100分のをかけるんで1万分のが出てきちゃうの。だからそこまで打ち消したいので、自分はもう両辺に1万をかけようとしました。で、この部分がちょっとピンとこない方は一回頑張って展開すればいいです。展開したら、あ、1万分のあるわ、かけようって思うから、きっと。まあ、自分先にかけちゃったんですけど。なので、両辺に1万をかけます。で、これね、かける1万っていうのは、100をかける、まあ、ちょっと書き方おかしいけどね。これ返そうか。100かける100と同じですよね。1万っていうのは。だから、これ一つの塊なので、こっちに100をかけて、こっちに100をかけてってすることができます。一つの塊だから。だから、こっちのカッコに100をかけると、カッコの中が 100-x になるんです。これに100かけて。100、約分されて x が残るっていう。で、こっちも同じです。100プラス 2x とすることができます。で、こっち1万かけると、これは単純にかけるだけなので、こっち1万。で、こっちは約分して 10x と。まあ、これでもちょっとめんどくさく見えますけど、だいぶ、ね、先が見えるようになってきました。で、ここからも展開します。全部掛けですね、これはね。あ、じゃなくてもいけるけど、全部掛けしよう。100×100。1万、こことここ掛けて、一応一回やろうか、丁寧にね。200X、こことここ掛けて、マイナス 100X、最後がマイナス 2X2 乗。よいしょ。入るかな。あ、やっべ。で、これ全部左辺に持ってきます。そうすると、2x2 乗。で、100x で持ってくるから、プラス 90x。で、1万消えるんで、イコール0なんですよね。で、このまま、くくり出してやってもいいんですけど、ちょっと全部マイナス2で割っちゃいます。ちょっとかけないでごめんね。マイナス2で割ると消える。ここが、マイナス45になります。で、もう一行いきたい。はい。いけねえかな。ちょっといけるかな。これ、X でくくり出すタイプなんで、出すと、入ったかな。あ、ギリだね、ごめん。あ、こうなります。で、これを解いたら、X イコール0と45になります。でも、X、0% って意味がわからなくなってしまうので、0は不適当だと。で、合わないから、じゃあ、X いくつって言われたら答え。X イコール、45でしたと。これで終了となります。ただ冒頭でも話しましたが、今回3番は、メールでリクエストいただいたものを取り上げました。なので、そこがね、途中式がないタイプのやつだったので、答えだけは当てたんですけど、もしかしたらもっとね、簡単な解き方があるかもしれないんですが、まあ一つの解き方として参考になったらと思います。では今回は、高校受験対策動画の文章題シリーズの第4弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、今回リクエストとね、取り上げましたけど、たまにこういう感じでね、受験対策にリクエストいただいた問題を取り上げております。本当たまになんですけど。で、かなりの
問題数っていうかメールをいただくんですね。これ教えてくださいっていう時、でその時にお願いしてることなんですが、必ず問題と答えとその途中式をセットで送っていただけたらと思います。取り上げるのはすごいパーセンテージとしてはかなり低くなってしまうんですが、いい問題だったら取り上げさせてもらおうとは思っておりますので、もしよかったらその点もねご協力いただけたらと思います。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。